今回は私たちが乗っているコラボのビルダーさん RV ビッグフットさんのブースに来ました。スイングが何やら新しくなったということで、詳しいところを広報の倉橋さんに聞いてみたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さん、道民夫婦さんでお世話になっております RV ビッグフットでございます。今日は ACS コラボではなく ACS のスイングシーンについて道民夫婦のママさんと一緒にお話しさせていただきます。ママさん、はじめまして、よろしくお願いいたします。それでは早速、はい、はい、が去年一番売れたという。そうなんです。実はですね、弊社 RB ビッグフットで昨年一番売れているのがスイング C。 皆さん、じゃあスイング N4.7 はどうなのというお話があると思うんですが、それはまたママさんと後ほどお話しさせていただきます。詳しく後で見てみたいと思います。はい、よろしくお願いします。こちらがスイング C。 はい、スイング C の C は英語のカンフェタボー、いわゆる快適ということですね。はい、そのコンフォート、皆さんにとって、誰にとってもビギナーさんもリピーターさんも快適に乗れるという意味でスイングシーという名前にさせていただきました。はい、これはハイエース。その通りです。うちでずっと売れ続けておりますスイング N4.7 と同じベース車、いわゆる 1.98m 立体駐車場に入る高さのもので、横幅も 1.69、 非常にスリムです。ボディサイズも前から後ろにまっすぐ抜けていますので、置きやすくて走りやすくて、キャッチコピーが見える、止まる、楽々と申します。これは先ほどお話しした運転するときに見えやすい、あとはパノラミックビューモニターなどのオプションも全て含まれているので、止めるときも後ろが見えやすい。で、止まるはどこでも車中泊止まることができるし、駐車場もいわゆる小型車サイズが止められますので、そういう意味でも止まる。楽々はいわゆる一般のお客様で、コロナのブームの後に入られた方は手入れが難しいと。ですよね。やっぱり使いやすいってことはいろいろ手がかかる。そうなんです。で、やはりそういうところと比べると、こちらのスイングシリーズはもともと N がシンプルイズベストですから、さらにシンプル。例えば上にファンがついていない。ああ、雪下ろしが簡単、はい、そうそう、雪下ろしとくるところが北海道関東だとまず出てこないですね、うんうん、はい、あとは横から見てもそうですね、上も何もないし、横も例えば他社様のように窓が拡幅されていたりしないので、まあ、そういう凹凸がないということで楽々と、普段乗りでも、はい、ね、楽々。そうなんです。だってセイコーマートと DCM このサイズ着やすいでしょ詳しくないんですけど、このハイエースっていろいろ大きさがありますよね。はい、するとその中ではこのサイズって言ったら大中小とかです。の小のサイズですね。いわゆる乗りやすい。その通りです、うん、もうナローボディで横幅も狭くて上も小さくて、いわゆる日本の立体駐車場のサイズでいうと一番こう止めやすくて、マンションなんかもそうですよね。極論都内のマンションの立体駐車場で重さ制限があるところでも比較的このスイングシリーズは選ばれているという形ですね。はい、はい、それでは早速、まず気になるお値段が貼ってあるんですけど、726万6350円とは出てるんですけど、すごいの、いろんなものが入ってるということで、で一見お高いっていう感じかもしれないんだけれども、このままもう乗れるっていう。あ、そうなんですよ。例えば今までのスイング N ですと、こうお客様に上に付くものとベース車のものとこう選んでいって作り上げているのが今までのスイング N4.7 なのですが、 C はもう最初からオプションで欲しいなと皆さんが思われる人気のあるものが全部ここ15年ぐらいのものが全部入ってるんです。分かりやすく言うと、パノラミックビューモニターだったり LED ランプだったり、そのような安全基準に関わるものを最初から安全に乗っていただきたくって入れている。まあ、これが1つ目で、2つ目はスイング N4.7 でも皆さんな、まあ、悩まれるというか考えどころの1つだった電気関係ですね。サブバッテリーや走行充電、このような
中心的なものも最初からマックスサブバッテリー2つになっています。はい、まあ、そういうところも全部入れさせていただいているので、実はあれ考えてみると他社様の本体価格よりもお買い得なんですよ。ママさん、そうなんですか。はい、お値打ち、お買い得で、はい、お値打ちです。お値打ち大好き、みんな大好き、お値打ち。はい、そこはやっぱりちょっと考えさせていただいて、あとはね、やっぱりうちの場合は日本人の正社員の職人さんを、特に C は実は私面接から C のためだけに職人さんを一から立ち上げさせていただいておりまして、かなり厳しい実践訓練をさせていただいて、今ここ 1,2 年か、一昨年の12月にリリースしまして、ものすごい数の販売台数を出しています。そこは本当に私たちコラボに乗ってても、はい、中のやっぱりこう構成作りとか伝送関係とかの細かいところで不具合がない、ほつれないとかね、そういうところは本当にきちっとしてるっていうところは私たちが分かっております。ありがとうございます。ユーザーさんの、ね、声が一番、ね、励みになりますので、やっぱりこのビッグフットさんは伝送関係は強いと言ったらいいのかどうかわからないんだけれども、うん、伝送関係はやっぱり良い。ありがとうございます。と思います。もうお墨付きです、ドミー夫婦さんの。私たちもね、ソーラーとか伝送関係はね、うん、お世話になっております。本当に配信して使います。あ、嬉しいです、ありがとうございます。中です、中です、はい、出ました。ビッグフットといえば白とこのね、カーブデザインがやっぱり女性向けっていうかね、うん、女の人に人気があるっていうような感じで、白くてで床もこの大理石調だったり、至る所で少しこういうカーブとかこの椅子とか家具一つとっても本当に綺麗。家具ってお安い家具と高い家具で違い分かると思うんだけども、きちっとしたお高い家具っていう感じ。今センターコンソールフラットがついておりますね。ペットを飼ってらっしゃる方ですと、そこがこう定位置になったりするんですよね。これ一つ目。二つ目がやはりウォークスルー感覚でスイングは前から後ろまで出入りができますので、雨の日またちょっと雪みぞれ、そういう時にちょっとベッド展開する時や荷物の移動なんかもこれ一つあるとかなりスムーズで、こういうちょっとしたところで居住空間がさらに快適になるということで、かなり選ばれております。雨の日って大事なんですよね。そうですね。それと今ペット飼ってる方すごい多いから、うん、ペット基準で考えられる方も結構いるんで、ペット、ペット、オンザペットです。私たちだったらね、食べるテーブルとかにもできるし、そうですね、すごくインデバッグポット置いたりとかっていう使い勝手はすごくいい、はい、広いからね、はい、ドリンクホルダーとかもついて使い勝手がすごく良いといった感じ。ありがとうございます。そしてクッションが意外とこれコラボと同じですよね。基本的にうちはもう職人さんにこう作っていただいて、で中のこのなんていうんですか、スポンジというか内容物というんですかね、実はこれがすごくうち質が良くって、こう1回座るとお尻がビッグフットさん忘れられないすごいフレーズ。そう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 、お尻が忘れられない、覚えちゃってんの、覚えちゃって。だから他のキャンピングカーに座ると違うんだ。そしてこれ、こういうところにね、ちょっとしたおしゃれ感、気遣いがあるの。手の持つところ、ここね、このままだったらベタベタするんだけど、これちゃんとこうついてるんですよ。しかも取り外せる、いらなかったら外せるっていう感じ。やっぱりね、キャブコンと違って入るところが広いのがこう入りやすいね。やっぱこのカーブいいですね。ありがとうございます。座り心地がやっぱり良くって、これ背もたれの、あ、それですね、それちょっと裏返してもらっていいですか。はい、あ、それです、はい、ここ低く、そうですそうです。やはり C を開発するときにもっと楽に美しくということで、つけやすく、外した後も美しいようにという形で変えていますね。ありがとうございます。簡単に引っかかった。そうなんですよ、力もいらず、今ちょっとベッド展開するときに今マジックテープでヒュッと外れやすくなってるんですが、ここそうですそうです、プチってもうワンアタッチメントで収納もできます。どんどん新しくなるたびに完
フターになってますよね。ありがとうございます。そうなんです、スイングシーン。ちょっと気づかったりとかっていうので、はい、今ポンポンポンになった。はい、多分ベッド展開はすごい簡単に、ね、楽ですよ。カップラーメンより前にできるベッドと言われてます。2分半ぐらい、3分、そうですね、やや肩ぐらいな感じですね。はい、今ここにはスピーカーがもうこれは最初からついてるんです。はい、スイングシーンのいいところは N の人気商品2ラウンドスピーカーやフリップダウンモニター、あとは弊社標準のカロッツエリアの最新型のナビや ETC なども、もう最初から考えることなくこれちょうだいと言っていただければ全部入っているという状態です。ここにちっちゃいですよ。あ、これがですね、実はここにちょっとちっちゃく書いてるんですけど、2.1m×幅1.5m のクラス最大のベッドサイズと書いていますが、185センチ以上の人なんかでもゆったり寝ていただける、足を伸ばして寝ていただける。そうです、そうです、はい。それはいいですね。これ一つで足をゆっくり伸ばして寝ていただけるので、はい、これお値段そんなにしないのでおすすめですよ。はい、取れます、取れます。まあね、あのいらないときは単純に椅子を、ね、後ろにね、あの戻していただくこともできますし、使い勝手が、うん、やっぱりそうですね、センターコンソールの高さがまたぐときにおみ足を引っ掛けてしまうというご年配の方もいらっしゃいますので、うん、まあ、安全に車内でも移動していただけるための一品ですね、うん、はい。これはクールスターって、ありがとうございます。そうですね、あの他社様でも人気がある商品なのですが、クールスターをうちも遅ればせながらつけまして、通称冷やしスイングというオプション名になっています。まあ、オプションなのでスイング C にも N にもつけられる形ですが、注目すべきところがちょうどママさんのお尻の下にサブバッテリーが入っているんですけれども、これが稲田のサブバッテリー3つに変わります。通常のスイングですと標準が今2つサブバッテリー、それが3つになりますと、まあ、300アンペアワー以上ですから非常にこうパワフルな状態ですね、はい。でこちらを使うことによって、そうですね、1号車もテストしたんですけれども、夜間は5時間から6時間ぐらいはしっかり回る形になっておりますので、とにかくやっぱり外部電源つながなくてもやっぱりだから3つなんですね。稲葉のバッテリー3つ入れてまし、稲田のバッテリー3つ入れておりまして、まあ、相当持ちますよ、うん、起動も早いですね。最近は暑くなってきたから、はい、そうですね、冷房今ちょうどこのスイッチパネルのところで、ここがスイッチパネル、そうですね、でここでも冷房なんですが、ちょっと失礼しますけど、これで、はい、今、はい、もうすでに涼しいですよね、はい、これ一番下がですね18度まで設定が下がるんですが、今寒いぐらいだと思うんですよ。ママさん来てる来てる来てる、ママさんドライアイになってしまう感じ。ドライアイかかってるみたい、風邪ひいちゃう。でも今かなり涼しいのは伝わると思います、うん、外が寒いからっていう以前にこれ確かテストした日外が47度あったんですよ。でピットの中が36度だったかな、まあ、それくらいだったんですけど、今18度設定して10分後にはもう27、8度にはぐんと下がっていて、あ、でもそれって内側しっかり後ろ窓埋めしていたり断熱がしっかりしているっていうところも実はすごく大きいんですよ、はい、音も意外に静か、さーっと音が乗るんだけれども、はい、意外に静か、よかったです、よかったですね。あまりうるさくてもね、うん、夜つけて休んでいただくときに、うるさいのがあるから、うん、さーっと無音ではないけどね、はい、そうですね。ここに冷蔵庫がね、はい、これはシンプルに冷蔵庫、そうですね、こちらもこの業界の、あの名品ということで、ちょっと最初は固めなんですけど、まあ、ガリガリ君だったら 4,5 本ぐらいは、ね、冷えるのね、そう、冷えます、はい、氷できるちゃんと、はい、もうね、例えばお二人でのご利用なんかも多いんですけれども、そうするとこのサイズで十分かなという感じですね、はい、これがね嬉しいの収納庫がある。結構深いんですよ、上からもしよかったら撮ってみてください、チャラッとでもいいので、はい、おーズズ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 という、はい、でこれ例えばワンちゃんがを飼ってる方なんかはドライペットフードだとか缶詰とか、あの
おしっこシーツっていうんですかね、ああいうペットシーツなんかもかさばり物を入れていけますし、まあ、とにかく車内がうまく片付きますよという形です。はい、大事ですよね、収納って。そうですね、意外にハイエースのタイプって収納に困るっていう方がいらっしゃるので、うんうん、こういう大きなところにもあればいいし、ゴミとかちょっとね、蓋があるところが嬉しい。そうですね、臭いものには蓋とはよく言いますが、見えないようにね、するっていうのは大事ですね。ね、入れちゃうと、もう調理台、ふくあってすぐ後ろにもここ、物が置けるから使い勝手が、はい、これは何ですか？あ、水道ですね。これは何ですか？水道です。はい、水道です。はい、こんにちは。こんにちは、こっち、こんにちは。これ回すタイプなんですね。そうですね、はい、これは何リットルになるんですか？今ですね、やっぱり胆振の震災の傷跡が皆さん結構深くてよくお話しするんですけれども、失礼しました、ごめんなさいね。今重々で、給排水のボトルがあります。今ちょっと展示車と、今これ分かりやすいかな、ポンプと排水と分けてありますけれども、この重々のボトルがあるということは、10リットルって女性でも持てるんですよ。そう、20は、ね、重いんですよ。でしょ、その細腕で20は辛いんですよ、ママさん。はい、でこの大きさだと食器と同じ感覚で車中泊の後も手入れしていただけますし、やっぱりなんかこう被災の備えでね、女性がパッと持って給水車まで並べるという、まあ、そこまで考えてのこのサイズです。はい、20リットルでも男の人でも大変よね。重たいね。嫌がるもん、うん、重たいですね。はい、そんな感じですかね。まあ、スイッチ関係はあとはここにいつも通り全部揃っていて、こういう感じですが、基本的にそのスイングシーというのはやっぱりこう電装が強く、ファンなどもつけず、窓も広げたりせず、とにかくすぐに乗れて手入れがなくって、あとも気楽で、運転する時も気を使わなくていい。もうママさんだと足伸ばせてのんびりできちゃいますね。長すぎるぐらい。あ、まあ、ここ今、あら、気持ちよさそうですね。これがあったとしても足つかない全然。これ乗っていられるんですよね。そうです、ベルトがついてて、はい、ベルトは全部今ちょっと展示車なので下に隠してますけれども、うん、何人乗れるんですか？はい、スイングは基本お昼は6人で、夜は2人就寝。そして今ここがありますけど、ここにこうチャイルドベッドのオプションをつけていただきますと、まあ、小学校低学年ぐらいまでかな、はい、お子さんが2人、うん、なので結構親子連れの方もよく購入なさっている形ですね。これ、はい、ガンガン来る、ガンガン。ちょっと寒いです、一回切りましょうか。結構来ますこれ、はい、ちょっと風邪ひいちゃうので。エアコンとは違うんですよね、はい、12V 直結の冷房だと思ってください。はい、もうかなりやっぱりパワフルなので、ただ一つちょっとデメリットというものがあるとしたら、すごく効くんですけど、うちは下に室外機があるのでエンカルの関係がありまして、例えば4分の3北海道でも一番寒いシーズン以外を乗るということであれば、まず車体価格がディーゼルよりも100万近く安い、これお得です。で、あとはこれ本当に今日の段階なんですが、2台分展示車用のスイング C の車両がございますので、他社様今マイナーチェンジ前でお値段上がるし1年半ぐらい納期がありますけど、まあ、C でしたらあと2台マイナーチェンジ前のお値段で、早ければ納車3週間、冷やしにしても 1,2 ヶ月で納車できます。あ、もちろん道民夫婦さん のご縁だったり、こちら見てのご契約でしたらお安くしますよ。ちょっとサービスします。本当ですか？はい、はい、ということは下にエアコンの室外機があるということだから、はい、冬に北海道で乗るというとちょっと難しいものが。それいいですか、一つ言わせていただいて、はい、実は今日持ってきているスイング N の方に、北海道のユーザー様がどうやって冷房を補っているかというサンプルをお持ちしてますので、よかったら見ててください。はい、拝見します、ね、お願いします。じゃあそちらの方に見せていただこう、はい、よろしくお願いします。こちらが 4WD の寒冷地使用車っていうことですね。ありがとうございます。どういうところが違うんですか？はい、スイング N4.7 は、まあ、うちのずっと売れ筋ですけれども、スイング C と比べたときに一番大きな違いはディーゼル四駆が選べるというところですね。北海道はやっぱりディーゼル四駆、うん、はい、でサイズ的には全く C と一緒で、いわゆる小型車と言われる普通車のサイズですね。
高さが 1.98 リッター駐車場に入って、横幅も 1.69、 非常にスリムでコンパクトな感じ。そうですね、はい、で全長も 4.695、 ほぼ 4.7 ということで、本当にこう街乗りがしやすい感じになっています。でお値段はどうしてもディーゼルの方が100万近く今の段階だと高いので、まあ、その分上がります。でシートの違いは、標準装備は結構ほとんど今は一緒に近づいたんですね。で例えば、まあ、先ほど言ったベースの安全基準、パノラミックビューモニターとか、そういうところも入っておりますね。であとはじゃあ違うところはどこなのと言いますと、 C には全部標準で入っているお楽しみ関係っていうんですかね、楽しみだすごく楽しいなみたいな、こうあのナビだったり、あとはフリップダウンモニターですね、テレビや、そういうものが例えば静かに旅行したい方はいらないので、そういうものを削ることができたり、あとはちょっとやっぱりドラレコないと不安だなっていう方がドラレコつけられたりだとか、そういう形で、C は N の人気者をギュッと詰めた、まあ、幕の内だとしたら、こっちは自分でこうおかずをある程度決まっているところからこう入れるような感じで、はい、その幅があの若干 C より広いですよという形になっております。北海道おすすめ装備はこちらそうですね、はい、クラカケはこちらはどういうふうになってますか。ありがとうございます。先ほどのクールスターとはまた違うんですが、他社様も結構皆さんユーザー様使ってまして、うちの北海道のユーザー様、じゃん、こちらです。エコフローを皆さん、あ、真ん中にあるやつですか。そうです、そうです、はい、これをよく皆さんご選択なさっていて、いいところは使わないときは取り外しができるということです。なるほど、はい、なのでお昼普通に運転するときは当然そこから動かしていただいて、普通に助手席の方も座っていただいて、センターコンソールフラットに物を置いていただいたりすることも可能ですよ。で時期によってはお家に置いてきちゃったっていいじゃないですかという形です。じゃあ冬は置いとけばいいんですか。そうですね、はい、もちろんその温風も出るんですけど、温風はもう FF ヒーター選んでる方がほとんどですので、あえて使うこともないのかなという感じです。で給排気は他社様と一緒で外に出る感じになってますね。はい、窓のところを見ていただくと、はい、これですか。そうですね、はい、あの吸って出すことで温度を調整していますので、この見た目がちょっとおってびっくりなさる方もちょっとびっくり、はい、最初何かなと思ったの。そうですね、で例えばあの女性の方なんかはこう夜にね、この穴が開いているのが嫌だなっていう方は、うん、他の冷房で例えば簡易スポットクーラーなんかが、さっきのちょうどあのママさんは広いって言っていただいた収納ボックスのところに、うんうん、入れることもできますので、別のやつがあると、はい、そうですね。これ開け閉めできるんですか。基本的にこれつけちゃうと開け閉めはあんまりしないという感じなんですけど、反対側からかこっちからっていうことで、そうですね、ご就寝の時にじゃあちょっとあの寝る時にこうつけてもらうっていう感じ。そうですね、慣れると5分ぐらいで皆さんセットが終わりますので、お値段としてはうちはあの今2024年の今4月現在ですと、あそこに入れる簡易スポットクーラーとほぼ変わらず20万前後で受けたまわっております。この FRP 込みでっていう感じですね、はい、ハイエースだとどうしてもこのクーラー関係が難しいっていう方が結構ね。そうですね、はい、で中は先ほどとほぼあの基本はコンセプトは一緒で、まあ、白フレンチシャビシックの白家具と、あとはソファーベッドとという形ですね。で、まあ、下駄箱等の収納もしっかりあって、カーテンレール、カーテン隠し、すべて標準でついているという形ですね。ベッド展開するときはこれを外して、そうですね、はい、ここまでずっとそうですね、ベッドになるということで、はい、ここにも収納があるんですか。あります、あります。ここに収納があって、はい、各収納が収納も収納だらけ下の方にある、はい、基本オプションが多いんですけれども、やっぱりあのうちは限られた車内をできるだけ広く使ってほしいので、まあ、邪魔にならない範囲で備え付けの収納はしっかりつけさせていただいております、ね、はい、入るんで、あ、そこはあの、ね、パンクキットとか工具が入ってたりするんですよ。この大理石調の方が
これね、ペット仕様にもできるんですよね。そうなんです、たった3300円でこの広さ全部変えられるので。そんなもんで安いでしょ。そしたらペットが汚しても変えられるんだ、はい、そうです。最初にその3300円かけてペット仕様していただきますと、見た目は一緒なんですが、もっとこうザラザラして、まず滑らないやつ、そうです、あと匂いとかも吸収してくれますので、とにかく手入れが楽ですし、まあ、ペットじゃなくてもお子さんとかいらっしゃる方はね、選ばれてもいいのかなという感じがします。あとはこのうちの場合はレザー部分もオプション代いただくと色変えられますので、もっとこう華やかなピンクになさったり、こういちごミルクとか言ってね、皆さん色を楽しまれたり、はいはい、ファイル見たことあります。いろんなね、柄があるやつ、そう、選べるやつ、ありがとうございます。派手なのもあった、派手なのあります、はい、結構やっぱ白家具に入るいろんな色もあります。逆にこうできるだけモノトーンに近い形にしたい方もいらっしゃるので、うん、その辺はご相談ください、ね、はい、いろいろ自分でカスタマイズできるっていう。そうですね、やっぱりそのお家の1台で運命の1台っていうのはありますので、はい、特にこう女の人とかだったらこう自分の色とか柄とかに、ね、したいっていうところがあるから、そうですね、そういうところは選べていいかなって、はい、うちのいいところといったら職人の腕とか、やっぱり使っているものの良さとか、あと安全基準ですね、うん、例えばシンコール東京シンコールさんの床材ですけど、もともと F4 スターでシックハウス対策がしっかりしてあるだとか、住環境と一緒です。本当に体にも使ってますので、はい、お安いのを買ったら、うん、今度すぐ壊れちゃったりとか、こう剥がれてきたりとか、じゃあ修正とかっていう風になるぐらいだったら、私たちの乗ってるやつって今2年経って車検の時期だけど、まだ新築って言われるよね。あ、あらま、家具とか見ても新築って言われる。本当に新築の香り。あらま、それは丁寧にも使ってるのはあるんですけど。あ、そうですね、やっぱりユーザー様 の、うん、手入れがすごく大事で、大事にしていただいて、拭くだけでも黄ばみとか防げるから、うん、簡単なの。やっぱり布だとやっぱり匂いもつくし、うんうん、そうですね、やっぱり汚れてきちゃったりするけど、うん、これ拭けるところが私すごく好きなんですよ。ありがとうございます。やっぱりね、掃除しやすい、手入れしやすいっていうのは一つ大事なところで、そういう意味ではスイングは本当にビギナーさんもリピーターさんも、バスコンから乗り換える方も非常に多いので、ぜひご検討いただければ。キャブコンから、ね、乗り換える人とかも、はい、もうぜひ、まだお若いですけど、80過ぎぐらいになると皆さんバスから降りられて、キャブから降りられて、普通のにもできる、そうですね、タイプに、はい、ね、そういう形で、うん、はい、そういうものをやっぱりご想定してスイング C を作ったんですけれども、うん、当然N ですので C に近い形で、要はディーゼル四駆で C と同じ性能っていうのはできますので、ぜひご検討いただければと思います。はい、そういうことで、はい、今日は売れているスイングを説明していただきました。ありがとうございます。売れっ子のドーミー夫婦さんと出させていただきまして、私も光栄でございます。今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。お買い得です。こちらを押すとチャンネル登録ができます。ご視聴ありがとうございました。